どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。突然だが霊夢、夏といえばまず何を思い浮かべる？夏といえばまず花火とかお祭りとかかな。なるほど、それもいいな。他には例えば何が思い浮かぶだろうか。海とか浴衣とかもあるし、スイカとかそうめんも夏といえばよね。他には？他に？セミとかカブトムシとかひまわりとかかな。そんなわけで今回は夏といえばでまず一番最初に思い浮かぶホラーゲーム特集だ。あ、すいません、全然気の利いた答え出せなくて、ガチで怖すぎてプレイするのが辛くなってしまうものから、グラフィックの美しさに思わず見とれてしまうものまで様々な作品が勢揃い、みんなが知っている作品はどのくらい出てくるか、それじゃあ早速スタートなんだぜ。まずホラーゲームといえば、今ではそのジャンルの金字塔とも言うべきバイオハザードが挙げられるだろう。いきなりバイオハザードが来たー。初代プレイステーション時代の1996年に発売されたソフトで、今見ればこれの何が怖いのかと思われるかもしれないが、当時は小さなブラウン管の画面でこのゲームをやっているだけでも、多くの人たちが怖すぎていちいち体がビクッと反応していたほどだった。まだこの時代って 3D のゲームが出たばっかりで、バイオハザードもものすごく操作が独特で難しいんだけど、その難しさがまさにパニック状態でうまくキャラを操作できない焦りにつながって、ものすごい臨場感というか緊張感を演出してくれるのよね。本来操作がしにくいというのはゲームにおいてマイナス要素であるはずなのに、それを逆手にとってゾンビから逃げる怖さを演出したという、まさに制限された中でどう作るかというレトロゲームの良さが詰まった作品だったわけだな。そして同じく操作性も難しさと敵から逃げる恐怖を演出した作品がクロックタワーだ。これもめちゃくちゃ怖かった。スーパーファミコン用ソフトとして1995年に発売。主人公は非力な女の子で、シザーマンなどの殺人鬼がいる洋館で謎解きをしながら脱出を目指すという、まさにこれぞホラーゲームという作りになっている。いつどこでシザーマンが出てくるかわからない中で、謎解きを進めるためにいろんなところを探索しなきゃいけないし、いざ敵と出会っちゃった時も基本的には戦って倒すとかじゃなくて、隠れてやり過ごすとかだったりするのが、また怖くてドキドキするのよねー。これもかなり古いゲームだが、部屋を暗くして一人でプレイしたらきっと今でも全然怖いだろうな。絶対怖い。絶対一人で暗いところではやりたくない。逆にそういったアクション性とは真逆の工夫で大ヒットを記録したのが、かまいたちの夜だ。これは確かにアクションは全くのゼロ。でもそれなのにゲームであんなに怖い思いをできるんだからすごいわよね。本作はいわゆるサウンドノベルというジャンルで、小説のように物語を読み進めながら任意の選択肢を選ぶことによって、物語が分岐していくというものなんだが、次々と起こる不可解な殺人事件とその周りで起きていく疑心暗鬼の様子などは、映像がない分プレイヤーの頭の中でよりリアルに想像させられることとなる。そうそう、映像なんて舞台の背景とキャラのシルエットくらいなのに、それがどんどん怖くなっていって、ドキドキしながら物語の真相を推理していくのがまた楽しいのよね。犯人特定のエンディングにたどり着いた場合には、こういうトリックを使って犯人はアリバイを作っていたのかとか、あの時のあの行動はこういうことだったのか、というような感覚も味わえる珍しいタイプのホラー作品かもしれないな。じっちゃんの名にかけて、そして同じサウンドノベル形式ながらに、また違ったテイストでユーザーを引き込んだのが、学校であった怖い話。これはおとぎり荘とかかまいたちの夜みたいにストーリーがずっと続いていくんじゃなくて、一つ一つの怖い話の短編集みたいな感じで進んでいくのよね。そうなんだ。各キャラクターからそれぞれの怪談話を聞いていくこととなるんだが、学校での怪談話というよくある設定なだけに、妙に想像力を働かせてしまってこれがまた怖い。しかもただ話を聞くだけじゃなくて主人公が選ぶ選択肢によって結末が変わっていくのも、うまくサウンドノベルと怪談を組み合わせたなーって感じよね。ただ怖い話を聞くだけではなく聞きながら自分の選択がその結末に影響する。そんな感情移入も相まって余計にのめり込んでしまう作品だ。怖い話って聞いたらその後お風呂に入れなくなったりして絶対後悔するのに、なんでこんなにそそられるんだろう。そしてシンプルに怖さでホラーゲーム史上ナンバーワンとも呼び声が高いのが、サイレンだ。サイレンはこれまでの他の作品に比べると比較的新しいような気がしてたけど、2003年発売だからそれでももう20年前なのか。プレステ2でありながらそのキャラクター描写が非常にリアルなため、いわゆる敵キャラクターであるし人のデザインが非常に恐怖を感じさせる。しかもフィールドも田舎の民家とか山道とか病院とか、絶対怖い定番みたいなシチュエーションが多くて、そんな中を隅々まで探索しなきゃいけないのが本当に辛かったなぁ。
昭和の日本が舞台ということもあり、独特のジャパニーズホラーがベースとなりつつ、死人の怖さや不気味さや気持ち悪さなど、様々な方面からプレイヤーの精神を削ってくることとなったわけだな。サイレンは本当にいろんな意味で精神的にやられたわ。その一方でかなり古い作品でホラーゲームのようなものを挙げるとすれば、魔界村あたりを思い浮かべる人が多いかもしれないな。魔界村はそれこそファミコン時代のめちゃくちゃ古いゲームだから、敵にゾンビとかお化けみたいなのが出てきたりするけど、プレステ時代以降のホラーゲームみたいなホラー要素は感じられないなぁと思う一方で、難易度の点に関してはある意味ホラー級よね。そうだな、家庭用の移植版でこそいくらでもやり直しが効くので、何度も何度もやられながら少しずつ先に進めるようになったりというのもあるが、アーケードで1プレイごとにお金を払っていた状況で、あんな最序盤からレッドアリーマーが全力で襲いかかってきたら、ある意味本格的なホラーゲームよりも怖いかもしれないな。あとゲーセンのホラーアクションといえば、昔知り合いがジェイソンのマスクをかぶったゲームをやってたのを見たことがあるわ。ああ、おそらくスプラッターハウスのことかな。あれも当時のゲームとしてはかなり異色で、まるで主人公側が殺人鬼かと思わせるようなジェイソンのような風貌に、次々と襲いかかる不気味な敵たちをパンチやキック、時にナタや斧などでバッタバッタと倒していく。しかしアクションゲームとしてのバランスはよく PC エンジンにも移植された名作だ。これも魔界村と一緒で見た目以外にはあんまりホラー要素はない感じなの？いや、化け物に変えられてしまった恋人がボスとして襲ってくるなど、なかなかにきつい展開などもあるので、こちらの方がだいぶホラー要素は強いだろうな。恋人が化け物に変えられちゃうのは、恋人が殺されちゃうとかよりも精神的にきついわね。そういった猟奇的なストーリー展開といえば、以前このチャンネルでストーリーの解説をさせてもらった、リンダキューブもそうだろうな。ああ、あのゲームの物語は聞いてるだけでも相当ヤバかった。ジャンルとしてはサイコスリラープラスハンティング RPG という、聞いたこともないような分類。ハンティング RPG の部分だけだったらちょっとポケモンチックなゲーム性なのにね。だが問題はサイコスリラーの部分。人間が一番のおぞましさを感じる瞬間は、狂った人間の理解できない行動を目の当たりにした時かもしれない。そう感じさせられるほど狂ったキャラクターの狂った行動があまりに不気味だった。流れるムービーの感じも怖くて、初めて見た時は恐怖というよりドン引きしちゃって、唖然としちゃったことを思い出したわ。もしリンダキューブのストーリーが気になる人は、概要欄からチェックよろしくなんだぜ。なんだぜ。そして異色な作品といえば、日暮らしの泣く頃に、これはストーリー展開からヒットまでの経緯から全てが異端すぎたと言えるだろうな。日暮らしはアニメとかですごく有名なイメージがあるけど、元は確か同人作品とかだっけ？そうなんだ。元々はシナリオ担当の原作者や、プログラミングなどを手伝った原作者の弟による非常に小規模な作品で、BGM なんかはフリー素材のものを借りながら、同人ソフトとしてコミックマーケットで売られていたようなものだったんだ。私はこの作品を初めて知ったのはアニメ版だったと思うんだけど、もともと個人がコミケで発表した作品とは思えないくらい、ストーリー展開とかの怖さと物語の真相の驚きとかで、面白すぎてひっくり返った記憶があるわ。本当に霊夢が言う通り元が同人作品とは思えないくらいで、今では家庭用ゲーム機へ移植されているだけでなく、漫画か、アニメか、小説か、実写映画か、パチンコか、パチスロか、考えられるあらゆるメディアへの展開が行われているな。そう考えると本当にすごいし夢があるよなぁ。私も何か創作活動をしてみたくなってきた。ちなみに原作者さんは結城007というペンネームで活動しているんだが、ファイナルファンタジー5が好きなようで、結城はそのままジョブの結城、07というのは FF5 のレナ、つまりレイナナというところから07と付けたようで、日暮らしの泣く頃にのヒロインの名前も同じ理由でリュウグウレナという名前になっているんだ。じゃあこの人の好きなキャラとジョブがガラフと文句だったら、日暮らしのヒロインの名前は拳宮ガラフになってたかもしれないのか。いやそうはならんだろ。あとは個人制作ゲームといえば、青鬼なんかも一時期はゲーム実況者がみんなやってたわよね。そうだな、青鬼はそこまで古くない作品だと思ってたが、今調べてみたら最初に公開されたのは2004年で、もう20年くらい経っているのかとちょっとびっくりしたわ。これも今となっては飽きるほど動画を見たからなんとも思わないけど、初めて見た時はこんなグラフィックでもとにかく怖くて、ゲーム実況者の人がびっくりしてるのと同時に、私も画面の前でビクってしちゃってたもん。本当にこんなシンプルなグラフィックなのに、2000年以降に大ヒットしたってのはすごいことだよな。すごい。逆に2001年に発売しグラフィックが評価されたホラー作品がゼロ、
敵のデザインの怖さと主人公キャラの可憐さのギャップが秀逸で、特に最新作ともなるとお化けどころか主人公にばかり目がいってしまうほどだ。確かにホラーゲームの主人公がこんな格好してたら、感情の焦点が定まらなそうだわ。ということもあってかリマスター版では一部の衣装は削除されてしまったみたいだな。男性陣にとっては残念なお知らせね。そんなわけで今回は様々なホラーゲームを見てみたが、何か気になるものはあったかな？私はビビリだからホラーゲームは人がやってるのを見るくらいがちょうどいいかもなー。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。